ジョナサン・フレイクスは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州生まれの俳優、映画監督。ペンシルベニア州立大学卒業。テレビドラマシリーズ、シンスター・トレックで7年間にわたって、ウィリアム・ティー・ライカー役を務めて、人気を得て、同役及びその共造役で、他の3つのテレビシリーズ、及び4つの映画作品に出演している。俳優業の傍ら、シンスター・トレックから監督をはじめ、 その後は多くのテレビシリーズや映画の監督を務めている。映画、スタートレックファーストコンタクトにおいて監督を務めると同時にライカー副長を演じている。このため副長が艦長を指揮していると書かれることもある。フレークスは新スタートレック、スタートレックディープスペースナイン、スタートレックボイジャー、スタートレックディスカバリー等で いくつかのエピソードも監督している。テレビアニメ、ガーゴイルズで、自らが演じたデビット・ザナトスのモデルになったことをネタにしており、長編、ガーゴイルズ・ザ・ムービーでは、ザナトスの仮装をして案内人を務めている。ありがとうございます。